吉川これたる元禄7年11月16日は、江戸時代前期の新党家。署名は、元成と称し、これたる、十字と称した。天ヶ崎や五郎左衛門と称し、郷は三割連動、愛、山井さん、愛院氏。吉川新党の創始者。姓は、吉川、名は、たるとも伝わる。出生から後に、江戸日本橋の漁商に養子に入る家業を継いだが、 秋内がうまくいかなかったことから鎌倉へ隠居した。1653年に京都へ出て、萩原賢重の門に入って、吉田神道の苦伝を伝授され、新しい流派を開いた。その後江戸に戻り将軍、徳川栄綱をはじめ、紀州徳川や、加賀前、田屋、藍津星野家などの諸大名の信任を得、1682年幕府。 神道方に認じられ、以後吉川家の子孫が神道方を世襲した。子孫は代々、合図藩からも、初め50票、後に30票の合力米が給付されていたと、合図の古文書、食日記類やドリ食編ご事業、ごふご合力の部に記録がある。具体的には、天保13年12月28日江戸よりの書、表題は、 吉川司法の進む殿へ使わされこう、五合力埋着し富の神殿へ信ぜられ降雪のこと、その中に五代々神道五壮伝格別の形をもって富の神殿へ年々三十票ずつ使わされている。これたるの思想は江戸、合津、三戸等にも広まったが、後には水化神道の勢力とほぼ合流してしまった。河野肖像、神道の研究、森江書店。 p324 一五10.11501 1918474ありがとうございます。